い、では最後にですね、吉谷さんへのお礼を申し上げたいと思います。あれだけやってたのになんで広島来ないんやって話ですよね。結局こいつは口だけやんと。で、あ、久保哲郎目立ってきたな、よーし乗っかってやろうみたいな感じで来たんでしょう。全然 OK です。はい、ありがとうございます。どちらにしてもね、その状況をどう使うかなんですよ。まさに吉谷さんが言われた通り、俺は違うぞみたいなね、そういう反骨精神で私やってきたところもありますし、例えばあのなんかね、ビジネス塾っていうのは最初に30万とか50万をお客様から取り上げるわけですよ。分取るわけですよ。それから情報発信者はリスクのない状態、儲かった状態で悠々とね、講義を送ったりとんずらしたり適当なことやったりするわけなんですよ。でも俺は違うぞと、お客様からお金をいただくことを優先するんではなくて、まずは自分のサービスが十分、自分のサポートが十分、あ、これは払いに値するなっていうところまでガンガンやって、それでも払わずに逃げる人、それは OK じゃないかと。それは自分が安く見られてるからしょうがないと、自分の得を上げるしかない、格を上げるしかないなっていう風な反骨精神にするぐらい私は負けず嫌いなんですよね。だから私からね、100万円持って行ってとんずらした人、いいじゃないか、俺はね1億稼いで跳ねのけてやるぜっていう感じですよね。そういう風な、やる気といいますか、モチベーションを持っていてもいいんではないかなと思いますけども、私はもっと言ったらね、やる気とかモチベーション無視ですからね。そんなもんに左右されるようなちっぽけな人間になってたまるかっていうところまでありますから。もうだからね、私はね、あの飼ってた犬が死んでも多分動画撮ってますね。多分私はね、家族の葬式の日でもやってますね、これはね。そのぐらいある意味無慈悲でクレイジーなね、あのモチベーションに左右されない自分の筋道を立ててるわけですよ。だってこれ私はね、この発信によって速稼塾の活動によって生かされてるわけですよ。だったらこの速稼塾の活動が、それはね、インターネットの回線がなくなりましたってまた話は別ですけども、繋がってる以上私やりますからね。究極インターネットがこの世から消滅しても、私はね、近所の人に向かってあのみかんの箱の上に乗って孫正義さんみたいに喋ってますよ。一人の人に対して喋ってます。いや、誰もいなくてもその辺の木に向かって喋ってますね。そのぐらいの私はモチベーション、やる気に左右されない自分を持ってるわけなんですよ。さあ、それではね、ここでね、どのぐらい私が負けず嫌いなのか、今まで私が人生を振り返ってね、よくよく言葉に、あの思いに上る言葉を羅列して今回の動画を終わっていこうかと思います。まず一つは、負けてられるか何くそっていう精神、当然ありますね、これはね。それからね、やる以上は成功させるって言葉も私心の中に刻んでるんですよ。で、つまらないことはやらないって言ったらそうでもなくて、つまらないこと、めんどくさいこと、興味がないこと、そんなちっぽけなことだったら、ますますもう最高のクオリティで最上級のコンプリートさせてやるぜみたいな、こんなちっちゃいことをもうね、 100%200% の完成度が作れないんだったら大きなことに取り組んでいけないなと思うわけなんですよ。で、まあいろんなね、案件が来たりとかいろんな悩み相談ありますけども、パーフェクトにお返しすることに挑戦し続けることかなと思います。で、あらゆる困難とかいろんな不幸とか、まあいわゆるね、向かい風とか足引っ張りとかに合いますよね、皆さんもね。その時私が何を考えてるかっていうと、今ね、8月5日なんでちょっと言いますけども、空襲があるわけじゃないじゃないですか。ね、今日軍事訓練ないですよね。徴兵ないですよね。なんて自由なんだと思いますよ。で、どんないじめよりも空襲がある、こっちの方が大いじめですよ。ね、どんな自由拘束よりも、徴兵制でもう兵隊として持ってかれて、なんですかね、あっちのトラック諸島に送られるみたいな、強制的に。しかも帰ってこれないみたいな。で、食料物資ない。こんな理不尽なことよりはどんだけ自由なんですかって話ですよ。いつもこれを考えてます。だって実際に74年前にこの日本でそれがあったわけですよ。で、私広島なんですけども、明日のね、朝8時15分に何の予告もなくいきなり原子爆弾落ちるわけじゃないですか。こんな理不尽な世界がこの同じ日本、同じ広島、同じ国にあったわけですよ。でも今はそんなことをもうね、日々忘れるぐらい自由でのびのびとやれて、何でもかんでも自分の思い通りなんですよ。モチベーションの湧かないわけがないですよ、こんなので。だって今ね、こんな時代に生まれなければよかったって思う人いると思うんですけども、だったら75年前の日本に生まれてください。そっちの方が良かったですかっていうことになるんですよ。いやいや、75年前じゃなくても74年前の日本どうですかと。全日本焼け野原、何にもない、食べ物ない、その日暮らし、そっちの方が良かったですか。もっと昔、江戸時代が良かったですか。インターネットない、トイレもない、なんか旅行もできない、年貢高い、良かったですか。全員農民、良かったですか、それが。もっと言ったら1万年前良かったですかって。じゃあいつの時代だったらいいんですかって話ですよ。そんなね、この時代が最高だっていうのはないですよ。だからその時代とかその環境をいかに使いこなせるかってことが
求められてるだけで、やる気があるやる気がない、当然人生にはそういうことがあるでしょ。でもやる気がなくてもこのレベルのことをやりますよってのがプロであるってことだと思いますし、お金を稼ぐってことだと思うんですよ。だってやる気がない時でもお金入ってこないといけないじゃないですか、生きていけないじゃないですか。逆にですね、やる気がない時に入金がどさってあったらやる気になるでしょ。だから毎日毎日お金を稼ぐとかビジネス成功させるっていうところが、モチベーションを上げる最大の方法じゃないかなと思うんですよ。モチベーションが上がったからできるわけじゃないですよ。できたからモチベーションが上がるんですよ。稼げたからモチベーション上がるんですよ。そういうふうに持っていくのはいかがかなと思います。本日は以上です。